ダラミアン、ルマラミアン。誰も売れてないけど、たまに出ていますよ。種はいらないけど、出てますけど、出た一つずつ、いっぱい出てるからね、分かれています。だからもともと多くになっています。どこの、例えば、他の植えるものね、例えば葉っぱからなんか下ろされてますよ。そこで大きくになってます。だから全然関係ないけど、そのままで出ています。種はいらない。ね。出たらね、葉っぱが出たら、で葉っぱからなんか下ろしてますよ。それでまた出ます。そういうこと。だから、こんなぐらいであったらね、根があったと思ってると、取って植えることできます。そういうこと。種じゃなくて、バナナの場合は小さくてもやっぱり種で、刺していますね。で、その繊維は、その茎から取るの、はい、そうです。うん。葉っぱじゃないでしょ。はい。葉っぱじゃない。ユンマが葉っぱじゃない、そのままもう、大きくになった、こんなぐらいになった葉ばか、もの、うん、短ったらね、うん。いや、その繊維を取るんだよ。繊維取り出すの、朝を。朝取り出すのは。Walang nyari yung galing dito, hindi pinano yun. Doon ang gagaling, alam ko, bumabagsak kayo yung malaki. Dito po, pag may roots ito, usang tutubo yan. Kung i-plant po yung isang halimbawa sa abaka o banana, pag tinan mo yung isa, kusang may tutubo rito. Tatay ba, abak ko lumama dake sa shite ne, ne nga demasu. Ne de tara, wakarete mo yoroshi desu. Mata, dakara, sore de oku になります。そして、だから根があったらね、そこで取る。その繊維を取って、こういう服にするでしょ。ああ、違う。それどこから？葉っぱ。葉っぱから？葉っぱ。葉っぱじゃなくて木。木ですね。こうして叩いて、それでこう、そういうことですよ。パイナップルの場合はパイナップルこんな小さい朝から、それを叩いて、それでミックスします。昨日の織物と同じ感じにしてます。どん混ぜて大きくになります。それから朝ができます。そういうこと。パイナップルも幹ですか？パイナップルの葉っぱ。葉っぱと出る葉っぱ。葉っぱとそれをアバカの幹を合わせるんですか？いやいや別々。だから色できたものはちょっと色が違います。バナナ朝は黄色、パイナップル朝は茶色です。それでわかりますね。タコは一緒けど、色だけちょっと違いますね。